平成28年10月31日、熊本地震で甚大な被害を受けた阿蘇市一宮町にある阿蘇神社で、楼門などの復旧工事の安全を祈願する祈願祭が行われました。復旧工事の安全祈願祭は、阿蘇神社の仮の拝殿で、行政や工事関係者などおよそ40人が参列して行われ、お祓いをし、玉串を捧げて復旧工事の安全を祈願しました。倒壊した国指定の重要文化財の楼門、神殿などの本格的な復旧工事は11月1日から始まっています。楼門は1年かけて解体し、部材の損傷具合を調べ、部材の傷み具合がひどい場合は補強をして耐震性を向上させ、7年後の平成34年3月までには完成。総事業費はおよそ9億3000万円となっています。国指定重要文化財の残りの神殿など5棟は、部分解体して来年度中の復旧となっており、拝殿は今年中に解体するが、復旧のめどは立っていないということです。神事の後、阿蘇神社の阿蘇春高宮司と、阿蘇市の佐藤市長が挨拶しました。この復旧事業が後世に誇れる有意義な事業となるように、地域における心の拠り所として、また文化的役割を果たしながら復興への貢献を意識した取り組みにしていきたいと思っております。私たちのこのかけがえのない阿蘇神社さんがこんな状態になった、どうすればいいの。そんな中で阿蘇神社の神社の職員さん、そして牛子総代の皆さん、そればっかりではありません。地元ばっかりではなくて、県内外の多くの皆さん方がこの阿蘇神社さんを心配をしていただき、その心配の歩みの中で6ヶ月が経ちました。無事前の姿に、元気なあの立派な姿に戻って、また多くの皆さん方に力を与えていただき、希望を与えていただく、そんな神社になることを心から願い、そして安全で事故もなく無事、その姿が私たちの目の前に隆々として蘇ること、またお会いできること、そんなことを思いながら、今日の安全祈願祭についての挨拶にさせていただきたいと思います。